なんかずっと CM が流れている。そして俺の立ち絵の位置がなんかおかしい。よいしょ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 、よし、オッケー。どうもプラチナムカイでございます。どうもおいでさってあざます。どうぞ、本日は全列ゾーンゼロ、イエーイ。なんか最近ね、巷で有名ですよね、全列ゾーンゼロね。なんかまあ巷の夢やしやってみようかと思ったら、私はね、怪人隊をね描いてくださっております、ママさんでございますね。でんなべさんがね、でんなべ大先生がね、捕まえたというふうに言ってきましてまあこれはね、基本的に私の勝手な妄言も入ってるんでございますけど、まあ基本的には意訳としてはほぼ間違っておりませんでして、いやーね、本日は一体全体どんな感じかということで、まあ試しに一回やってみましょうかということでね、全列ゾーンゼロ、まあ噂になってますし、なんか魅力的なキャラいっぱいいそうですし、まあやってみましょうということで、本日はよろしくお願いいたしまーす。ゲーム開始。あ、まずいゲームリソースダウンロードしようとかあるんですけど。じゃあゲームリソースをダウンロードしてあるまでね、ちょっと待ってましょうかね。まあ言うて数秒ですしね。やっぱりね、ホヨブルースの、ね、ゲームだから知りませんけどね、結構中国語多いですよね、やっぱりね。はい、ちなみにね、実はね、OBS のね、結構設定苦労しましたね。結構時間かかりましたよ、これ、画面に映すのに。はい、なので皆さん、心していっぱい見てくださいね。あ、すごい、あれも変わってる、マウスカーソルも変わってる。マウスカーソルなんかおしゃれになってる。助かるね。本当はね、コントローラーでやってもよかったんですけど、今回はちょっとマウスカーソルでやってみようかなという次第でございます。楽しみですね。一体どんな感じの物語になってる。俺ちなみにマジで事前情報ほとんど入れてない。あ、 CM 板前に出てくるやつらの情報しか入れないんで、マジ楽しみっす。お前の世界は、さてコンフィグデータをロードするよん。速報です。お、早速ムービーじゃん。強制フォローが突如発生。強制フォロー。レベル3を突破。お、結構レベル突破してるね。はい。あ、こいつは。あ、この子がなんか主人公なんだっけ。元お兄ちゃん、このニュース見て。どうした。あ、兄弟なんだ。重視分外。確か他のニュースだよ。いや、ちなみにマジで知らないからさ。待ってて。うん。兄弟なんだ。ヤヌスクがね、完成レベル3を超えたって。やっぱり治安局がそこで今日捜索をしている。はあはあ。避難は手こずるだろうな。それって。準備しておこう。あ、なんかウサギ人間じゃなんだっけ。仕事が舞い込むかもね。仕事。おお。あら、早速ですか。なるほど。男で行くか女で行くかって話ね。あー、これ一発で選んだらアウトなの。これアキラ、ワイズ、セレクティッド、リン、ベル、セレクティッド。なるほどね。私ね、こういう時ね、意外と女選ぶように見えて男選ぶんですよ。理由は簡単、感情移入しやすいから。よし、あとは待つだけ。なんか、ケツはこの人いる。おお、正気、怪奇、神器、チャプター000。あ、ビリーだ。あれじゃん、ジャトヤじゃん。ダイス・イワサキの動画で見てます。ジャトヤでしたし、これてか、映像綺麗だな。映像綺麗だな、マジ。おおおお、すげえな、すげえな、映像。映像めっちゃ綺麗だな。やば。新エリート、ヤヌスク14分街、とある高層ビル内。市民の皆様、
こちらは現在中心部内における捜査活動を監督しているヤヌスク治安局長官です。申し訳ございません。フォロー災害の発生により意外とこの見た目で結構悩んだりしてるの面白いな。捜査活動に影響が出ております。はいはいはい。私から市民の皆様にお伝えしたいことは、赤木場組現在我々が追跡しているのは前回研究所を襲った主犯関賀組のメンバーです。関賀組か。どれも極めて危険なマスラオ、あいや犯罪者です。シルバーヘッド、ミゲル、ミゲル、シルバーヘッド、ミゲルには死んだらたたるよ、ゲトヒエ。いやー、俺はニュース記者だ、聞こえるかな。随分と荒いマスコミですね。よくこれ生放送なのにピー入れられたな。あ、てか漫画っぽくなってる。なんか記者さん、まだ状況を報告している最中です。どうか。やがれ関ヶ組の一人前、よく聞いとけ。フォローに入ったからセーフだって思ったら大間違いだ。治安局のニュース記者がなんでこんな口でかいんだ。ニュース記者がなんでこんなに高顔無知ででかいんだ口が。窓だ、ニコの親分、窓から出られるぜ。ニコね、あ、そう、この人が社長なんだよ、確かね。でもあの下はフォローで仕方ない。フォローって何なんだろうね。とにかく外に出られればガラスを割ってくれる、うん、ビリー楽勝、任せとけ。おお、かっけえ。あら、え、あら、あら、痛そう。弾かれた、丈夫そうね。うん、もうやっぱそう簡単にはいかないか。この窓は強化した防弾ガラスだ。おおめえらの火力じゃ割れねえよ。おっ、なんでもやのジャトや。なぜ関ヶ組の縄張りで盗みを働く、なんかキャラこやつばっかだな。兄弟たちが苦労して、くっ、研究所を襲撃して金庫を盗み出したのはあんたたちでしょ。私たちは盗まれたものを取り戻すっていう依頼を引き受けただけよ。こっちが悪いみたいに言わないで。お互いストリートで生きる者同士じゃねえか。ビリー気絶したままなんですけど、ビリー、ビリー、お前なんか、ま、さもそっち側みたいな感じになってますけど、ビリー。残念だけど私の依頼人は治安局じゃない。まあおっさんには関係ない話だけどね。関係あるに決まってんだろ。おかげで関ヶ組の縄張りに犬を放ったやつを懲らしめなきゃいけなくなったじゃねえか。本当に本当にあれを返す気はねえのか。関ヶ組にとって非常に重要なものなんだ。おめえらの命と引き換えにしてもいいんだぞ。そのトゲトゲのやつ寝づらくないですか。たった3人のために組全体が動くだなんて、これがシルバーヘッドの涙ってやつ。シルバーヘッドミゲルが確か関ヶ組のトップだったもんな。待った、あれって閃光弾。そう、 GS 2型高ルーメン軍用閃光弾。確かこの子の名前アンビーだよ。非常に強い明るさ。確かアンビーだった気がする。よかった、起きる時間よ、ビリー。何？あ、頼むから目閉じるなよ、チーズ。おい、フラッシュボール。目が。やっぱり抵抗を選ぶのか。これじゃおめえらを。おめえらを皆殺しにするしかなくなったな。うー、勘違いしないで、嘘泣きのおっさん。あんたの相手は私たちじゃなくてあっちだよ。長官、こちらスクロン4、正体不明の発光地点に到着しました。関ヶ組を発見。繰り返します、関ヶ組を発見。指示をお願いします。ボス、治安局の航空隊だ。うー、さっきの閃光弾は攻撃ヘリコプターの注意を引くためだったのか。やっと気づいたの。ほらほら、
今度は嘘泣きのおっさんが選ぶ番だよ。このまま私たちとやり合って治安局に捕まるか、それとも撤退してみんな安全に乗り切るか、どっちにする？くそ、ジャトやめ、ジャトや。虎を制して狼を食らうのがウサギの知恵ってもんよ。悪く思わないでね。なに、関ヶ組の〇〇を発見した？なに〇〇してんだ長官。最大口径のやつを選べ、正義実行だ。このニュースキャスターマジ口でけえな。でもそれしたらジャトヤの皆さんもぶち壊される。攻撃命令を確認。ミサイル飛ばしてきやがった。やば。後でクレームを出してやったらな。あー、キコこのホローって何これ。あー、なんか入った異空間に。おおおおお、さっきまで言われたら明るいぞ。おおおおおおお、身軽ですね。綺麗ってか、映像綺麗すぎるだろ。映像綺麗すぎるだろ。あ、これプレイアブルっぽい。 WSE で、目標エリアまで移動しましょう。はーい。ホロに入ったことを確認。ひとまず進みましょう。前に行ったり後ろに下がったりできるんだ。これ連続攻撃もできるから。わー、来たー。早速現れたわ。よいしょー、しょい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 。あ、すごい、もう自動で狙ってくれる。ありがてえ。よいしょー、綺麗だね、画像が綺麗だね。ちょっとこれあれかな、早いかな。じゃあちょっと、ロジクールさんのスピードを下げましょう。ロジクールさんのスピードを500ぐらいまで下げたから、これでやりやすいだろう。おい、エネルギーを貯めましょう。はあ、エネルギーが貯まると特殊スキルから強化特殊スキル。はあ、いい。おいおいおい、かけ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 めかけかけめ、おいやば。よいしょー、これ技使った方がいいね、これいっぱい基本的に使った方が良さそう。基本的に使っていいな、これ。よいしょよいしょ、ポーワイプアウト。かっこよ、いや、かっこよすぎだろ。鉄道、ホーム、電車の車両、古い地下鉄分岐駅か。なら、ここがクリティホローで間違いないみたいね。よかった、ヘッドホンは無事みたい。録音機能にも異常なし。おお、やっぱりアンビー。何でもや、ジャトヤの従業員。ある事故により、私は現在、強制フォローの中にいる。キャロットは所持しておらず、プロキシ先生の助けもない。プロキシ先生。フォローで迷う確率は 96.4%。これからのことを音声で記録していく。これで、万が一私が殺されたり、随分肝座ってんな、この女の子。侵食によって化け物になったとしても、アンビーさん、随分肝座ってんな。証拠を残すことができるだろう。アンビーのホロー生存記録第1条。周囲の環境は確認できた。私は今クリティホローの古い地下鉄分岐駅エリアにいる。この一帯の地形が複雑だから慎重に進む方向を決めないと、救助される確率が 37.8% 低下する。未だにホロー内部の錯乱性質を信じない人がいるのなら、私の録音データを証拠にフォローの危険性を訴えられるはず。専門調査員の素質なくしてフォローに入らないように。さもなくば。あ
アンビーじゃねえか。よかった。うるさい男だね。お前もきっと無事だって信じ。うわおい、なんでいきなり刀を振り回すんだ。もう少しで切れるとこだったぞ。いやいいだ、やっぱこういうやつ好きだな。知能を持つ個体に遭遇した。私の同僚ビリーキッドによく似ている。何言ってんだお前。おい、俺だ、俺ビリーだって。口ないけど顎カチャカチャ動くの可愛いな。昔ある調査員がホローで人を模倣するエーテリアスに遭遇したことがある。調査員が偽の隊員をホローから救出した途端、その化け物は正体を現した。都市は多大な犠牲を払った。最終的に一人の勇敢な調査員が自分を犠牲にしてエーテリアスをフォローに押し戻したおかげで、さっき俺らがぶった切ったやつなのかな。おいおい、エーテリアスはフォローを出た瞬間くたばるんだぜ。お前のそれは映画の話だろ。しかもつい最近上映されたホラーのやつ。私その事件の犠牲者をまとめた長いリストを全部読んだわ。それはエンドロール。質問。一番ディナーに誘いたい人は。あ、ディナー。そりゃあもちろん特撮ヒーロースターライトナイト。待った待った、刀を収めろ。ちゃんと言うから。深夜ドラマオーハニーのヒロインモニカ様。警戒解除。ビリーキッドと疑われることは頬あからめてじゃねえ。気持ち悪いな。かわいいなこいつ。合流したことにより私の生存率は 67.8% に上昇した。無事で何よりよビリー。だから俺だっつってんだろうが。俺たちが落ちてから随分経つ。ニコの親分も外で対処法を考えてるはずだ。おお、じゃあニコはすごいね。でも金を払ってまで助っ人を呼んでくれるか。あの親分だぞ。ニコの逼迫した収支パターンを見ると、あなたが提唱する彼女が助っ人を呼ばないかもしれない。あら、そんな薄情な人間なんですか。そのニコの親分はさすがに自分の従業員ぐらい守ってくれるだろう。そう言われるとね、真面目に心配になってきた。まあとにかくだ、あれこれくだらねえことを考えるより、これからは協力しながらなんとか乗り切ろうぜ。そりゃそうやな。いつも通り前衛を頼む。火力支援は俺に任せろ。おーい、おーい、かっけー。もう YouTube のあれ、うーめー、ちょ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 、敵のブレイク値は HP の下に表示されます。ブレイク値こいつけど、ブレイク中蓄積し、的なブレイク状態に。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、なるほど、あーなるほどね。ブレイク状態に入った敵は動けなくて、ヒダメージがアップします。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、特殊スキルがブレイク状態の敵に命中すると円形スキルが発動可能。はぁ、あ、うえ、なに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 。おぉおぉおぉ、すげえすげえすげえ、かっけえ。かっこよすぎ笑った。かっこよすぎ笑った。キャラクター変更はできないのか。これどういうエリアなんだ。あ、あった、スペースで切り替え可能。へぇー、アンビー援護する。アンビー、お前に会えてホッとしたぜ。じゃあ、よいしょ、私もよ。よいしょよいしょよいしょ。おはははは、うわはははは、かっけー。かっこよすぎー。かっこよすぎ。ビリー様と呼ばせてください。ビリー様と呼ばせてくれ。かっこよすぎ。ところでさ、これ音量って大丈夫これ。みんな音量大丈夫。ちょっと音量だけチェックしようかな。あ、音量だいぶでかいね。だいぶでかいね。ちょっと下げまーす。いやー、おもろ、おもろいゲームだわ。よいしょ、セット、よいしょ、あはははか、すげえ、すごすごすご、そういうこともできんのか。うおー、そういうこともできんのかよ。うわ、まだいた、まだいた。はあ、エージェントの攻撃は敵に命中するとデシベル値が蓄積。はあ、デシベルレートがマキシマムと出したときに、Q を押すと集結スキル。最終必殺技か。うわぁ、かっけぇ。うわわわわわわわ、ワイパーアウト、かっけぇ。ワ
ワイプアウトって一掃って意味だからな。一掃したんだ。クリティフォロー、廃棄された地下鉄乗り換え駅付近。メジュ、おっと、危ねえ危ねえ。悪いな。個人的な恨みはないんだが、俺らとお前ら化け物は敵対する定めなんだ。言いたくねえように、せめて急所を狙ってやる。こいつらの急所ってどこ？弾切れー！やべえ、弾変えんの忘れてた。何やってんのお前！ちょっと待ってくれ。危ない、ナイス、ナイスアンビー。集中して。ボンミスだ、ボンミス。おい、あそこに誰かいるぞ。あ？あ、あいつは。彼の足元に金庫がある。本当だ、ラッキー。わざわざ探す手間が省けたぜ。あいつ嘘なぎおじさんじゃない？ちょ、アンビー、何する気だ？彼を捕らえて金庫を回収するの。いや、まずは様子を見てから。俺は、殺す。何このなんかエーテルなんとかは人間に寄生したりするの？イカがここまで進んでるってことは、あエーテル適応体質じゃないんだな。殺す。こういう漫画っぽくするんだけどいいな、アメコミみたいで。無駄だ、エーテル結晶がすでに全身に広まってる。これじゃもう。助け、消えろ。ダメだ。ああ、もうダメだなこりゃ。助かれねえなこれは。もうまずい、もうすぐ完全にエーテリアス化すんぞ。あー、顔面がポポー、顔面がなんかかっこよくなった。こいつは手強そうだ。アミ、構えろ。うわー、強そう。やばいやばいやばい。敵の上直前の黄色の閃光でこれを打つと変更すると極限支援が発動可能。おお、あぶねえ。続けて中古駅を押すと支援と追加の発動可能。おお、よいしょしょ。極限支援の発動の一番支援ポイントは連携スキル発動で回復。ああ、なるほどね。よいしょよいしょ。よいしょー、遠距離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 チェンジ。あー危ねえ。よいしょー、危ねえ。よいしょー、トイ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 、イッツショータイム。トイ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 です。トイトイ、麻雀のトイトイです。あ、止まった。よいしょ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 よいしわーおわー、かっけー。やっぱ銃使いはこれだよな。撤退だ。おい、なんかピカピカの色変わってきてない？怖いよな逆に。あ、金庫、金庫置いてっちゃった。同時刻、新エリート内。安く6分街の街角ビデオ屋の店内。それでは、有志分街の現場に戻ります。強制ホロー災害が発生した直後、近隣のマンションの高層階で爆発が起きました。らしいですね。報告によれば、これは治安局によるものです。らしいですね。違法暴力団、関ヶ組に対する逮捕行動中、治安局、
および有志の市民たちが有志の市民ってこれにこれあのニュースキャスターだろ。ニュースキャスターが何航空隊武力使ってんだよバカがよ。入ってきた時点では関ヶ組の首領は逮捕されておらず、はあ、に落ちた疑いがあるようです。これに対し治安局長官はコメントを控えています。はあ、現在あ、ニコ部隊が現場へ向かっておりますので、市民の皆様は中止分外に近づかないようお願いいたします。続きの報道はもう見なくていいわよ。ニュースで言ってる爆発、私が当事者だから。緊急事態よ、ビリーとアンビー、それから私の依頼のターゲットが全部フォローに落ちた。あー、私の助けが必要なの。一生のお願い、一生のお願い。こんにちは、ニコ。次はちゃんとノックしてから入ってきてくれると助かるな。なんか強いな、なんかなんかもう強者感あるな、すごく。月に3回は聞くよね、ニコの一生のお願い。好きなだけからかってくれていいから、この危機を乗り越えるために力を貸してお願い。伝説のプロ騎士パエトン、パエトン。今度は何をやらかしたの、ニコ。かっけー。なんか主人公かっこいいんですけど、詳しいことは工房へニコと話そう。おー、どうやって入るんですか。 F か。へえ、すごい、こんな感じで喋れるんだ。お兄ちゃん、確認してきたよ。店の外に不審者はいないみたい。安心して、あとはつけられてないし、目もつけられてない。やっとの思いで重視分外から抜け出した。目立つ格好なのにな。私一人よ。まあ、みんな目立つ格好だからバレないのか。コナハを隠すなら森の中っつってな。もう分かってるわよ、市政選挙が近いから最近は特にピリついてるんでしょ。プロ騎士捜査の強化でホットラインまでできちゃったし。プロ騎士捜査、そらさておき、ニコ何かよ。はいはい、分かっているならいいんだ。それはさておき、ニコ何か用かい。あんたたちに依頼があるの。それもすっごく大事な依頼。ニコは関ヶ組との衝突を簡単に説明してくれた。それでビリーとアンビーがホロに落ちたの。二人を助けて、依頼人から頼まれたものも取り戻さないと。本当に緊急事態なの。私を助けてくれる人なんてあんたたちしかいないのよ。ホロ調査協会に救援を申請したら。おお、意外としかわいそうだな。私今はまだ教会に目をつけられるわけにはいかないの。ホローレイダーやったってバレたら大変なことになる。なんかわかんない単語いっぱい出る感じ、いいな。新しいゲームやってるって感じする。あの強欲な連中を満足させるには全財産の大半を投げ打っても足りないわ。うちの従業員を放っておくわけにはいかないでしょ。さすがだな、偉いな。やっぱな、上に立つものはこういう良さがないとな。従業員を放っておくね、その方がよっぽどニコらしいじゃん。あ、そうなんですか。意外と。ふざけないでよ。私は収益の中から社員事故救援予算として大金を使ってるんだから。とにかく私の依頼は簡単よ。うちの人間と私の依頼人のものをフォローから無事に出してくれればいいの。だろ、典型的なプロ騎士の仕事よ。引き受けてくれるでしょ、バエトーン。この依頼が終わったらこれまでのツケをまとめて払う。本当だろうな、金は大事だぞ。悪くないかも。いや、もう少し交渉。悪いこと考えてる。悪いことだ考える男大好き。もう何ヶ月も経つのに君はずっとツケを返してくれる。悪いこと考える男大好き。どれだけ利子が膨らんでいるか考えたことは。はいはい、ジャトヤが受けた依頼の報酬からあんたたちにも一部分けてあげるわよ。これでいいでしょ。じゃあ契約成立じゃない。そうこなくっちゃ。よし、善は急げよ。早く出発しましょう。私は先にホローの中で待ってるか。ん、しばらく休んでもいいんじゃないか。怪我をしたのかい。それならここでしばらく休んでいていいよ。でもお兄ちゃんの言うことを聞いて、それにあんたには仕事の下準備として後でイアスをホローの近くまで連れてってもらうんだから。ほら、あんたのボンプ分身ね。ボンプ分身。お兄ちゃん、先にニコの傷の手当てをしてくれない。フォローへの潜入に向けて私が代わりに HDD システムを調整して。 HDD システム。じゃあ仕事を始めるか。
調査ウサギと名はストーリー以来場所廃棄された地下鉄アンビとビーを連れてホロを離脱する。はーい。HDD システム What is this? わあ。身分承認成功。 Python でログインしました。新たな緊急依頼を検出。目的の、目標所在ホロをマークしました。これかストーリー。ウサギと名は氷属性、エーテル属性、水晶属性がね。はあ。次。カジュアルモード。ストーリー体験に重きを置くモード。メインストーリーの間に戦闘難易度が低めになるため、気楽に楽しみたい方におすすめ。チャレンジモード。ストーリーと戦闘の両方楽しめるモード。メインストーリーの間、戦闘難易度が高めになるため、チャレンジモードのプレイヤーにおすすめ。まあ、まあ、カジュアルでいったん。まあ、カジュアルでいったん。おい、カタカタしてるね。聞こえるニコ。イエスお願いね。オーケー。さ、ほらほら、行った行った。よし、ボンプは届けたわよ。なら、始めるよ。お、何する気だ。おお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 モンスターボール。何入ったってこと、この中に。あーやっぱ迷うんだここは。なるほどね、そういうことはできるんだ。お疲れ様。スカーフのショベルポンプ。おお、もしや。パエト。かっけえ。かっけえ。クリティホロー、古い地下鉄分岐駅某所。あの上級エーテリアスの声はもう聞こえない。よかった。走りすぎて足のユアスロットが折れるかと思ったぜ。適度な休憩を取ることを提案する。いい、プロキシ先生。じゃあ二人休んでくれ。見張り俺がしよう。二人は休んでて、見張りは僕がするから。ありがとう、プロキシ先生。プロキシってよくわかんないけど、こういう存在なのか、プロキシっていうのは。まさかあの赤学組のおっさんがあんな風に生かしちまうとは。店長が俺たちをあそこから連れ出してくれて助かったぜ。さすがパエトン、相変わらず頼もしいな。ま、もっと褒めてくれたら値引きしてあげようかな。もっと褒めてくれたら値引きしてあげようかな。本当？今のはただの社交辞令だと思う。まあもっと褒めてくれてもいいですよ。この話といえば、ニコのことだから節約のために自力で対処するよう言ってくるかと思った。それがまさか。あ、意外と悪名高いんだ、パエトン。意外と我々って悪名高いんだ。プロキシ先生が駆けつけてくれなかったら、私たちはエーテリアスの領地から脱出できなかったはず。ありがとう。ところでさ、最初に協力した時から聞きたかったんだけど、店長の店の設備って、ほえ、めちゃくちゃあれじゃないですか。リアルタイムで通信できるんだろ。めちゃくちゃテクノロジーじゃないですか。ホロー調査協会よりよっぽどすげえじゃねえか。こんな切り札があるなら、なんで調査協会に加入しないんだ。調査協会もなんかいろいろあるんでしょう。ごたごたが。俺らみたいなホローレイダーと働いてたら、メリットよりリスクの方が高いだろう。お、そんな話置いといて。エーテリアスの声。早くね。横になろうとしてたところだってのに。すぐに撤退しないと。でもまあ、ビリーが望むならここで永遠にいるのもいいかもね。去年のスターライトナイトの原作のベルトをあなたの保全に備えてあげる。かわいそうビリー。そういうこと真顔で言うなよ。本気か冗談か分かんなくなるだろう。
じゃあ、まあ移動しようちゃんとついてきてね。ただ、一緒に働くたびに二人の漫才が聞けて楽しいよ。一緒に働くたびに二人の漫才が聞けて楽しいよ。だから、ずっとニコの付け払いを許してくれたの。それは違うと思いますけどね。毎日素直に喜べねえな。そんなことより、エーテリアスが寄ってくる前に移動しようぜ。レッツゴー。おにぎやそばせ。あ、ありがとう妹よ。右のルートを行って、お兄ちゃん。店長、ガイドは任せたぜ。これどういうことなんだ。はあ、WSD の、または TV モニターをクリックするとマス目を移動でき、はい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 、ドラッグスと画面位置を調整、はいはいはい、へえ、面白いシステムな。なんかお金ゲットした。前のエリアを測定するから待っててね。わあ、なるほど、こういう感じか。エテリアスはいないみたいだよ。このまま出口まで進んで。なるねー。ホローの観測データだよ。大量大量。ホローの観測データ。ホローの中には重要な資源観測データが散らばっている。一つの依頼につきホローには3つの観測所データが存在する。はあ、観測データを進めることでその依頼のリザルトに加算される。ハラ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 、なるほど。お金ー、宝箱、宝箱、なんかいるなこれ。うー、シグナルロスト。さあバトルといきましょうか。ワン・ツー・スリー。店長、道案内は頼んだぜ。よいしょよいしょ、おいしょー、せーナイスめー、お疲れさん。気を引き締めよう。おいしょー、おいしょー、これでも食らっとけ。おいしょー、おい、ワイプアウト、相当いいね。観測所データー、これ何これ。え、何この揺れ。プロキシ先生、エーテリアスが追ってきた。ダイアウル、どうする。あ、うざ、おお、めんどくさいめんどくさい、お、怖。大丈夫、私についてきて。なるほどね、こうやって追ってきたりするんだ。この軌道の敷設装置使わせてもらおう。これで軌道に沿って一気に移動できるよ。なるほどね、これ助けられるわけだ。助かりゅー、ありがとねー。セーフティードアのデータをスキャン中。ほう。システムログによるとドアの開放条件はギアコインの投入額です。はあ、ギアコインの投入額。わざわざセーフディードアで現地に持ってるくせにどうしてお金を支給する仕組みの中にしたんだろう。その費用を集めるものにしか使えないものがこの向こうにあるのか。コインを払うか、原始的な方法でドアをこじ開けるか。頼んだ、ビリー。ここはホローだぜ。俺たち、おとなしく金を払えだと。俺がその条件を飲んだとしても、スターライトナイトはどうだかな。お前の火力に任せるぜ。スターライトナイトが首を縦に振っても、ニコの親分が黙っちゃいねえぜ。ぶっ壊せスターライトグローリー。エージェントビリーが銃を取り出し、ドアロックに重傷を…重傷なんだ、重傷…撃たねえのかよ。またエージェントビリーの外骨格が部分的に損傷しました。あ、なんか傷ついちゃった、ビリーが。ビリー、クソ取れ。でもありがとうビリー、お前のおかげで金が安く済んだよ。観測所データー、やったね。フラッグ、いよいよ依頼を大詰めです。このまま依頼を進めると順位探索できなくなります。依頼を進めますか、依頼残しことがあれば先に進ませてください。進もうぜ。当然な、当然聖地。うわー、なんか強さがいる。よいしょ。鳥肌が立つ。
開いたー、危ねえ。よいしょー、いい回避だ、我ながらいい回避だ。よいしょーしょー、そしてドーン。よいしょー、よいしょー、雑魚処理。よいしょー、よいしょー、よいしょー、しゃい。ちょっとキャラ変えたい、キャラ変えて、キュー、かっこよ、うおー、かっけー、かっこいい、かっけー、うーうー、いいな、ロールプレイの参考になるぜ、うーうわー、かっけー、電磁抜刀っぽいな。うぇー、かっこいい。店長、次はどの方向に行けばいいんだ。全速力で直進。全速力で直進だ。了解、全速力で直進。待てよ、直進だと。けどよ、この先は壁だぜ。破れてか、壁をぶち破れってことなのか。今の火力じゃさすがにきついと思うが。心配しないで、お兄ちゃんの言う通りにすれば大丈夫だから。この声は、おお、もう一人のパエトーンだ。やっとログインしたよな。やっとログインしたんだね。ごめんごめん、さっきまでずっとフォローの出口の安定性を検証してたの。ビリー、アンビー、聞こえてる？とにかくお兄ちゃんがさっき、俺が信じられねえってのか。俺を信用しろ、俺を信用しろ。知っての通り、フォローの中は秩序のない混沌、つまり生への道が死に見えたり、死への道が地獄に繋がってたりする。んじゃあダメじゃん。アンビー、貴重な常識をシェアしてくれてありがとう。あとフォローを出てからの脱出経路も手配してある。私たちを信じて、お兄ちゃん。もう感覚同期を解除してもいいよ。おや、それじゃ店で落ち合おう。グッドラック。店で落ち合おう。グッドラック。分を祈るぜ。感覚同期を解除しました。静かになった。普通のポンプに戻ってる。なんで肝心な時に憑依を解くんだよ。直進する。衝撃に備えた体勢を。ぶつかるぶつかるぶつかる。キマの解放感とともに2人とボンプは壁をすり抜ける。おお。やっと出てこれたんだな、俺たち。よっしゃ。時間も場所も全部パエトーンの予想通りね。おい、ニコ。やったー、 S ランクだー、わーい。あ、こんな感じでやってくれるんだ。おしゃれだな、このゲーム、マジで。オシャンティーやねー。オシャンティーなゲームやねー、マジで。来たわね、ナイスタイミング。戻ってくるの早すぎないか。戻ってくるのが早すぎないか。まさかまた信号を無視したのか。そんなことないわよ。普通の青信号とアルチ255の青を通過しただけだから。アルチ255ってなんだ。それから来る途中に確認したけど尾行はされてなかった。信号無視したのに尾行はされてなかったの、よかったな。アルチ255の青ってなんだ。あなたのジャケットと同じ。ガン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 するじゃねえか。ニコ、従業員たちを助けてあげたんだから、そろそろツケを払ってもらえる。待って、まだ終わってないでしょ。何？あ、私の依頼は金庫。どちらもフォローから出すこと。ぬ、半分しか終わってないじゃん。ぬ、こしゃくな。まあ大丈夫、ちゃんと覚えてるよ。ただの冗談だよ、ちゃんと覚えているさ。もう、パエトーンは頼りになるって信じてたわ。撤退前に目撃した状況だと
そうなんだよな、噂によるとそうなんですよね。ホワイトスター学会のエーテリアス図鑑での登録名はデュラハン。デュラハン、首なし騎士か。死神とも言うな。それだ。赤画組の親玉も運が悪いな。強烈なエーテル物質に侵食されて高危険度のエーテリアスになっちまった。俺とアンビーで金庫を奪おうとしたけど、あいつ尋常じゃないくらい強くてさ、撤退するのがやっとで回収まで手が回らなかった。うん、てか親分、あの中には一体何が入ってんだ。ここまで体を張る価値は、まあ依頼の品だからって話だろうな、まずな。早速答え合わせをしましょう。お、答え教えてくれんの。これを見て。牙の形のペンダント、作業台に収録されました。ニコアとヤシャ首飾り、ストリートキャングのシンボルらしい赤い牙がついていた。剥き出しになった金属部分をインスタの装飾品というわけではなさそうだ。はあ、データだ。チャーム型のメモリディスク。一見ただの精巧なペンダントだけど、実際はメモリディスクだね。ええ、これは小型のメモリディスク。シルバーヘッドの所有物よ。重視分解から抜け出す前に、私がビルの中で、これあれかな、重視分岐とかとこれかけてんのかな。事前に調査したところによると、あのクソ親父、これを肌身離さず持ってたらしいわ。きっと重要な何かが隠されてるはずよ。金庫の暗証番号と関係があるに違いないわ。うん、だろうね。でも少し破損してるみたい。本当だ、焦げちまってるぞ。ねね、パエトン、なんか方法はないの？あんたたちの店にあるあの複雑なコンピューターは使えない？HDD のスペックはほぼホローデータの処理に割いてるんだよね。けど内部のデータを取り出すだけでいいなら。お兄ちゃん、私インターノットの演算パワーを拝借して、インターノット復元してみるね。おー最強。こっちは何とかしてホローにある金庫の位置を確認するから、手がかりがあったらまた連絡するわ。私から金庫の回収作業の連絡が来るまでは他の仕事をしててもいいわよ。お前らだけに割いてる時間はねっつーの。まあありがとうよ。メモリディスクからデータを抽出するのも忘れずにね。こいつツケがあるくせに随分と態度でかいな。じゃあまたな、店長。ではまた。今んとこただ働きだぞ。そうそうパイトン、まだ相談したことがあるの。割引ならしないよ。さすが店長、親分のことよくわかってるぜ。早すぎるわよ。まあ割引はしてほしいんだけど、パイトン相場見出しちゃったら悪いでしょ。だから前見たくインターネットでサブアカ作ってくれたりね。プロキシ先生、どうか割引して、じゃないと2個ご飯食べさせてくれない。ここでなく、アンビーかっこお腹は読まなくていいのよ。でも私たち本当に割引が必要なの。これっぽっちの差額パイトンになんでもないでしょ。しゃーないなー。お、じゃとや、ニコデマラ協力関係成立。インターネットレベル4。まあしゃあない、そこまで言うならまあしゃあないか。これで決まり、私たちは金庫の位置を調べるから、あんたたちは破損したメモリディスクの修復をお願い。はーい、まあ任すとけって。これさ、会話相手ってこれこうやったらアンビーと会話できる？それは無理？無理そうだな。会話はできなそう。アンビー、今回ニコの親分は援護を呼んでくれた。それも一部のやつだ。プロキシのコーヒーの半分は私の月給から支払われる。ビリーは前向きなやつやの。可愛いやつやの、ビリー、お前は。さて、お、ああ、こん中入るのか。てか、めちゃくちゃいる。え、めちゃくちゃいるじゃん、こいつら、ボンプ。可愛い。18号。え、じゃあ何号かいるの？こいつ何号？わかんない。かわいい。ほんとに仕方ない人たちだね。常連さん割引してって言われるたび、サービスサバカ作らされてさ。ウニちゃんもう慣れちゃってない？前回作ったサバタ消しちゃったし、今回私の情報使っていいから、新しいの作りなよ。はぁ、あ。インターネット開いてサバカを作ろう。ユーザー名、うえこれカタカナいけんのかな。これプラチナムカデいけたー。インターネットスレッドにいろんな情報が盛りだくさん。早速助けを求めてスレッドに呼んでみよう。
はあ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 。物流事故プロキシ求む。注文した食材の配送中トラブル発生した。天満エクスプレスの配送ステータスを見た感じ、トラックは女優四分街の強制オールに突っ込んじまってまだできてない。トラックの乗客にしてくれプロキシ探している。食材があっていい。それでトラックの運転手が心配。はーん、なるほど、なるほどね。人参マスターってプロキシもいるんだ。その依頼受けた。え、こんだけでいいの？こんだけでいいの？スケジュールメインストーリー序章。あ、ここでインターネットレベルの、タスクを確認できる。レベル上げるとそうする報酬を得られる。受け取ったか。一括受け取り。スケジュールがこれね。はい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 。結構あるな、いろいろ。結構いろいろあるな。自作キャロットの作り方。アストラのライブアルバム。ホロー出身向けガイド。インターネットへようこそ。プロキシ学園の注意喚起。ああ、かっこいいプロキシ ID 募集中。住みやすい街を教えてください。はあ、スタイルドロストタワー。販売開始も即入手困難。フリーマンの枝図持ってプロキシに気をつけろ。ポンプの新作、誰か変えた。プロキシ一般教養、キャロット編。十四分街でホロー栽培発生。インターネットに新しい内容がある。依頼内容。チョップ対象。じゃあ依頼を受けますか。はあ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 。なるほどね。対象のところへ声をかけよう。お疲れ様。あ、そうだ、ホビーショップボックスギャラクシーの数字がさっき連絡あった。ボックスギャラクシーの数字、新しいやつ増えたな、いろいろ。はあ、作業台がアンロックされました。作業台。はあ、作業台にはさまざまな情報ソフトがインストールされている。プロキシノート、各種チュートリアル96。協力者ファイル、エンジンを展開する情報。ホロー剣部、ホロー内のイベントアイテム。情報、メインストーリー内の情報。Python 図鑑。はあ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 。ああ、なるほどね。はい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 。なんかもらえた。Python 図鑑。メトロゴブリン。おー、メトロゴブリンに関する論争は未だ終わりが見えない。一部の学者がその得意な外見はある種のカモフラージュだと見解を示した一方、新職によって古い地下鉄の設備がエーテリアと一体化したに次は主張する学者もいる。いずれにせよ、メトロゴブリンはいつだってホロの旧地下鉄エリアに入る新人調査員をこの底から震え上がらせる存在だ。何のやつもない同僚刺激で震え始め、荒々しくおぞましいエーテリアスが地面を割って出現。ものすごいスピードこちらに突っ込んでくるかもしれないのだから。あら、この標識ちょっとは見たわね。ちょっとした私たち同じところをぐるぐる回った。いや違う、あれはずっと私の塩をつけたんだ。おえー、怖え。それは確かに怖えな。アルペカ。アルペカ。アルペカ地区エネ型。結構いろいろいるんだな。なるほどね。じゃあ6分間入れてみますか。オープンザドアガッチャンコ。暴欲。すごいタイトルだな。まあいっぱいいるウサギ。ボンプってはもう普通にザラニュー世界なんだな。せっかくは一緒にニューススタンドで日刊のスクラッチやろう。日刊スクラッチ。新聞の年間行動についてくるおまけとは一応にもなるかもしれないチャンスだ。人には夢が必要ってリーも言った。へぇー。てってってって。犬！犬！スクラッチは1日1回まで。任意の箇所を押して続ける。スクラッチカード。シャ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 。ボリクロームゲット。フォロー調査協会。チェンキが関ヶ組の解体に乗り出す。逃亡中のメンバーに警戒を。はあはあはあ。NBC ニュースで放送事故。上半身はスーツ、下半身はパンツ。そんな姿で外に出てんじゃねえ。まずうろつくんじゃねえ。新型農機が植えてる職人有効。へえ、なるほどね。ベストビドのダンピングの告発。はあ、布団のダンピング行為。はあ、へえ、ありがとうね、ワンちゃんね。まずはラーメン屋にてチョップ大将から依頼内容聞こう。チョップ大将、ラーメン屋。おお、ここじゃん。暴力じゃん、暴力じゃん。
チョップ大将すごい見た目だな。これチョップスティックから来たのか。まったく、痛くなってもらえんぞ。今日はラーメンやったいんだ。あ、お前さんか。すまんな、今何も出してやるんだ、天満エクスプレスめ。頼んだ食材がいつまでたっても届かんから配送状況確認したんだ。そしたらどうだ、天満エクスプレスのやつら、俺の食材をフォローに運んでやから。まあ、フォロー災害のせいだし。まあな、仕入れは急いで他のルートを探したから食材なんとかなる。それより、あの運転手の無事が心配だ。優しい。名前こそ知らんが、毎度食材運んでくれるんだな。一応顔見知りなんだ。タラックを探すよう、すでにインターネットに依頼を出したが、これまた注文したのが、プラチナムカデって名前のプロ騎士でな。そいつがどうも心配くせんだ。頼りなのかねえ。んっと、お前さんがプラチナムカデなのか。ははー、わかったぞ。何か訳あって新しいアカウントを作ったんだな。いやいやれ、俺は焦るあまりどうかしてみたんだな。インターネットで時間を無駄にしてねえで、穴からお宅に助けを求めなかったじゃねえか。お前たちが引き受けてくれんなら、すでに半分うまくいっても当然だ。それじゃ、トラックの取材については頼んだぞ。だがま、運転手の無事が分かるまで、ラーメンは一時休業だ。心に雑念があっちゃ、完璧な料理は作れねえからな。いい大将だ。いい大将だ。ホビーショップの数字は頼み事があるみたいだ、行ってみよう。これダッシュかな、これ。ダッシュー。お、スージー。やっほー、いらっしゃい。お、チョップ大将にはボイスがないけど、スージーにボイスがあるのなんか面白いな。うちの社長がね、君の助けを必要としてるんだ。頼むからチョップ大将にも V シをつけてください。なんでも言ってくれ。社長さんからの頼まれ事は初めてじゃない。遠慮なく言ってくれていいよ。うん、言った通りに伝えろって言われたからそうするね。とっておきのおもちゃが手に入る。新しい仕入れルートを開拓したのだ。君が手伝ってくれればすぐにでも店に並べられる。白紙のおじさんボイスだね。どうに行ったおじさんぶりだ。待って、まだ続きがあるんだから。ゴンゴン、新しい仕入れルートの入り口が塞がって、わしの派遣した助っ人も音沙汰がないと来た。なるほど、こんな風にいろいろ依頼を受けてんのがこのプロ騎士パエトーンの仕事なんだな。社長が言った通りにちゃんと伝えたから。やっぱり音頭気絡み。裏でやっている音頭気ビジネスの件か。音頭気ビジネス、大方仕入れた商品がフォローに巻き込まれたんだろう。確かに僕の出番だ。スージーにはよくわからないけど、音頭気って確か君たちが集めてるおもちゃ。それ表で言っていい言葉ですか、それ。社長がね、急なお願いだから、いつもの報酬プラスサンプルを一つあげたいんだって。気に入ってもらえると嬉しいって言ってたよ。うん、これはまさか。待った、この質感、社長さんの仕入れたとっておきというのはまさか。第四世代型シンクロトランス。おお、どうしたいきなり、どうしたいきなり。これが発する超音波は各種エーテル武装の波長と効果的に共鳴する。公式データによると武装の基本スペックが 40% 向上。 1% 向上。 40% 向上って相当だな。戦闘員は少なくとも生存率が、だって1000のダメージが1400になるんだろ。強っ。アンビーどうしてここに。アンビーどうしてここにいるんだい。し、スージーの前でその話は控えるんだ。ここでバイトしているけれど、音頭気が戦闘用だとは知らないからね。え、超音波武装のスペックって。あ、そういうおもちゃの設定なんです。ゲームの話です。いや、ゲームの話さ、気にしないでくれ。スージーはあまり興味がないかもしれないけれど、実は音頭気でテーブルゲームが遊べるんだ。だいぶきついわけやけどな。違うという設定で。それってこうビリヤード的な。ほら、音頭気って丸っこいし。あ、ちょっと待って、君たち宛に社長からメッセージが来たよ。どうやら相当な通と見た。おお、すごい。こ、話バレてる、話バレてる、話全部聞かれてる。まずい、話全部聞かれてる、脳内に読まれてる。やばい、やばい。アルミホイル巻かなきゃ、アルミホイル巻かなきゃ。気持ちは嬉しいけど、私は結構よ。あら、買いたいのは山々だけど、ジャトや全員の口座残高を足しても
最新モデルには手が届く。あららららら、逆に最新モデルじゃないのにあんだけ戦えてるの強いな。じゃあ一つ貸しだね。これは貸しだ。社長さんが一つくれるらしくてね。僕が持っていても意味がないし、アンビーがもらってくれないかい。本当にいいの？すごいな。それがあれば上級エーテゲーマーとの対戦もはかどるわ。いいな、ちゃんとこれあの優しさとかじゃなくて貸しだっていうのいいな。ちゃんと他の温度器ゲーマーとバトルに行くんだね。うちの社長に任せて。対戦相手も一目見たら忘れられない仕上がりになるよ。まあ一目見たら死んじゃうんですけどね。ガッハ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 ッ。それならよかった。気に入ってくれてよかった。思う存分使いこなしてくれたら嬉しいな。ありがとうプロキス先生。それと社長さん、大事にするわ。新しい温度器も手に入れたし、今すぐ装備してみましょう。装備、おおすごい。 メニュー画面おもろ。エージェント画面、おおすげえ。装備画面、温度器、出まら式電池2型。持ち運動器装備すると戦闘中に専用のエフェクトがつく。すごっ。そういえば運動器を強化することもできる。はあ。はあ、この辺使うのか。エージェントがモチーフ温度器を装備すると温度器スイッチが有効になる。温度器スイッチをオンにするとエージェント戦闘中に特殊なエフェクト効果を得る。温度器スイッチが有効になったらいつでもオフを切り替えられる。おもろえ。まあこの辺なんか安そうだし、この辺いろいろつぎ込んどくか。せっかくだし。いいね、結構あったね。いいですね、いいですね。あ、これがオンオフか。なるほどな。え、てかこれさ、おおすげえ、向き変わんのやば。このゲームすげえな。このゲームすげえわ。おお、ニコもいるじゃん。ニコデマラ、おい、すげえ。このなんかキーホルダーかわいいね。それね、腰につけてもかわいいね。なんかマークがあんのか全員。あ、違う、これ所属か。ジャトヤだじゃん、これ多分。ビリーキッド。かっけーかっけーかっけー。銃が2丁なら。そしていろんなキャラいるなー。これいろんなキャラ。エンプティーキャラクター。いろんなキャラがいるのもこれなー。わかるんだなー。いいなー。インターノットはさっきやったやつか。個人情報、個人、いや、ちょっと個人情報みんなやめてください。個人情報見ないでください。やめてください。やめてください。メール、受け取る。受け取る。ジェンドゥ！ジェンドゥじゃん。おい、なに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 なビクトリア火星の丸の子メイド。あ、後ろこんなんついてんだ。へえ、かわいい。へえ、へえ、へえ、アチーブメントとりあえず受け取っとこう。ガチャとかってどこで引けたりするんだろうな、これ。サノッタプロ騎士2プロ騎士ノート。へえ、攻略サイト困ったりするんだ。へえ、社長からのプレゼント気に入ってくれたみたいだね。よかったー。ニコは運動器の導入に気休めてとかにしか用意してなかった。このことしたきっと喜ぶ。ニコは正しいお金の使い方すべきだね。
プロキ店長、温度計買う以外にも任務の準備必要だから行くわ。了解。アンビは去っていった。アキラお兄ちゃん連れたかった以上だよ。じゃあ店の荷物のことはよろしくね。安心してと伝えといてくれ。シドさんから贈り物もらったとし、あやころに入っていなくての同居を探してあげよう。決して安いものではない。スージーはシドさんの副業のことを知らない。イラの件を話すときは口を滑らさないように気をつけないと。超ド級の、超ド級の、そいつは強え温度器なのか。そいつは強え温度器なのか。どっちが言ってんだこれ。立ったか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 。さ、じゃあ依頼をこなすとしようか。あ、6号なんだこいつ、かわいい。6号と16号員の中意味あんのかな。もうちょっと対象数字になってきたの。すごい兄ちゃん手際がいいね。確かに私たちプロ棋士は普通の人たちと違ってフォローを自由に聞きできるけど、 AT レスとか他の危険に対処するならチームに助けてみたく、戦闘経験のあるエージェントがいないとダメだよ。今回ミツみたいに信頼できるエージェントに連絡して起こしてもらおう。変調機能が解放された。変調、L オルトでマウスカーソルを見出し、L オルト、はい、はぁ、あ、F4、 あ、ガチャだ、ガチャだ、ガチャだ。変調1回行うとエージェントを指名して招集できるの。はぁ、あ、お試し開始、あ、選べるってことこれ。選べんの？グレース・ハワード、アレクサンドル・セバスチャン、グレタ・ベロボーグ、ネコミア・マタナ、11号、フォン・ライカン、なんか、ナベさんがちょっとご就寝なのがこの子なんだよな、確か。ナベスンがご就寝なのがこいつなんだよな。正直俺見た目的にはアレクサンドリアさんですけど。皆さん、私はね、TRPG 配信者というふうに名乗っておりまして、あのね、1D2 って概念ご存知ですか?1D2 って概念ご存知ですか ?1 が出たらアレクサンドリナ、2が出たらライカン !1! じゃあ、アレクサンドリナさん来てもらいましょうか。来てもらいましょうか。おお、早速使えんの？戦闘チュートリアルキャラ紹介、リナ。アレクサンドリアでリナなんだ。リナは通常攻撃特殊スキル、強化特殊スキルを成功すると、ドリシラとアナステラに声指示を出し、電気属性ダメージを与える。ああ、遠隔攻撃か。はあ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 。へえ。ドリシラはまたアナステラに攻撃するように、指示を出したとき、他のメンバーの貫通率がアップする。強くね、結構。おいさん、もっとお近づきになって。そうだ。はあ、なるほど。移動しながらこういうことができるんだ。移動しながらこういうことができるんだ。へえ、なるほどね。おお、強っ。電気属性なのか。自分の周りにこういうのを発動することもできると。うおもろ。マナーテクニックを忘れて、ああ、やばい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 。早速使おう。おい、あなた、誰？どなた？どなた、誰？誰？あれ、この人もなんか、この人もなんか、鍋さんが好きなキャラだった気がする、なんか。誰？誰？リナさんじゃなくなっちゃったんだけど。誰？おお、すげえ、パイルバンカーじゃん。パイルバンカードリル、かっこよ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 、おお、すげえ、おい、かっけえ。集中を切らさないで。なんかやばい、強そう。よいしょ、あ、隙をついてこう。あ、ちょっと待って、チェンジ。
よいしょ。ちょっとこれチェンジしたい。なんでかっていうと、おお、かっこよ、かっこよ、かっけー。よいしょ、足元鳴らすぜ。おい、かっけー、ふぅー。よいしょ、もう一発ヒット、よいしょ。このキャラも使いやすいな。よいしょ。あ、やばい、ワイパー。結構手応えの時あったな。インベスティゲーションコンプリート、挑戦リザルト完了。あ、試すだけなんだ。あ、サイですか、サイですか。そっか、300足りませんもんね。あ、そっか、あ、サイですか。あ、出た。これがないとダメなのか。で、常設は、なんか引けた、引けるんかい。引けるんかい。あー、 B と A ばっかりか。何これ、高等式変革。あー、変調器をもらえるのか。なるほどね。斧型激流、月相望む、月相。あら、誰誰、双角、へえ、青肌の子だ。双角でっけえなただな。へえ、かわいい。激流やがた、磁気嵐三式、高等式本格、磁気嵐一式。こんな感じなんだ。あ、もう一回弾けんじゃん。もう一回弾いてみるか、じゃあ。もう一回弾いてみよう。これが300枚たまったらエイジの指名ができるんだ。面白いガチャだな。まあ、さすがに S とか出ないか。持ってるやつ、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 持ってるやつか？これわかんないな。持ってないかも。これ持ってるな。さっき出たな。何こいつ？ハウスキーパー。あ、これあれじゃん。これ絶対あの子のじゃん。かりんちゃんのじゃん、絶対これ。ハウスキーパー。絶対かりんちゃんのやつじゃん、これ。早速出たわ。ハウスキーパー。これ何に使うの？温度器とかこれで触れるの？いや、そういうわけでもなさそう。突き抜かれた切っ先異常。これ何に使うの？ポリクローム交換。ポリクロームってこれ何に使うの？これ何に使うの？発信源ストア。モノクロストア。バックストア。インターネット会員。なんだっけ？オルトだっけ？メニュー画面の開き方がわからないぜ。メニュー画面の開き方がわからないぜ。 ESC だ、そうだ。エージェントでカリンの装備させるのがハウスキーパー。ちょっと強化するか、せっかくだし。
レベル0ってのかわいそうだしな。結構上がるな。うーい、こんだけ受ける十分でしょう。ハウスキーパー、うわーすげー、かっけー、めちゃくちゃいいじゃん。で、双角ね。ほん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 。タイホロー特別行動部第6課。へえ、じゃあ公務員さんだ。へえ、すげえ、上目遣いだ。へえ、いいな。いいキャラたちだ。へえ。このポリクロームって何に使うの？ユーシー？俺に分かりやすく教えてくれ。へえ、なるほどな。え、面白いゲームじゃん。へえ。じゃあ行きますか、HD。パイトンでログイン。じゃあ1個行ってみようぜ、探索。1個行ったら今日の分終わっとくか？探索依頼ってものか。あ、これか。超ドキドキ取っておき。いや、だったら、ちょっと戦闘依頼で、ちょっとチーム組んで、試そうぜ、試しに。手動モード。セレクトワン。じゃあ、アンビーと、行動開始。エージェントレベルを上げる。はあ。いつでも出撃可能よ。基本。ここで上げられるんだ。はあ、これ使うんだ。はあ。なるほどね。じゃあ、こっちで、カリン連れてこうだから、今回ちょっとカリンのあれ見てみたいから。じゃあ、こんぐらいやってみようか。で、ビリー、全員 A ランクなんだ。 A か S だけなんだ、多分な、キャラクターな。装備は？あー、これなんかつけろってこと？強行。じゃあ、なんかつけとくか、これ。とりあえずつけておこう。で、ビリーのレベルも上げる。上げちゃおう。いざ降臨。あー、選んでない。よし、行こうか。期待してるぜ。何こいつら。あ、変わってる。怖っ。何する怖い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 。うわー、痛ーい。だいぶ痛ーい。だいぶ痛い。おー、だいぶ痛いけど強い。よいしょ。あー、危ね。よいしょ、危ね。よいしょー、セットー。はい、遠距離攻撃最強。はい、遠距離攻撃最強。あいやー、置きはめ。何あいつ。ワンベ攻撃防御。うわー、痛ぇ。やばすげー。やばい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 。えい、避けられた。うそーん。おい、今のナイスかい。我ながら、あ、痛い。普通に痛い。避けんの下手くそかも。避けんの下手くそかもです。何する気、何する気。怖いわ。よいしょよいしょ。あー、これ毎回避けられる。毎回避けられるの嫌だな、これ。やばそう。あ、スタンしてる、あれ。
おい、はい、人置きはめ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 、あ、危ねえ、逃げ、うわー、ちょば、危ねえ、今避けられたのかすら分かんねえ。よいしょ、セット HP やばい、だいぶ俺下手くそかも、意外と。あー、下手くそかも。今度こそ当てよう、今度こそ当てよう。よいしょー、よいしょよいしょよいしょー。おい HP やべえっておい HP やべえって、 HP やべえって、 HP やべえって。あ、生きてる、生きてる。本人情報の登録、お給商品の登録、関連者の登録。うわ、びっくりした。てっきりエーデレスだと思ったじゃないか。天満エクスプレスの運転手、その間のうちの担当だが、君はうちのチームじゃないな。まさか。システム、また担当ダブらせがあったな。嫌ならもう全部片付いてる。まったく嫌なもんだな。あの運転手なら、避難の第一人でフォローからだぞ。今頃病院で検査を受けてるんじゃないか。わかったわかった、登録するんだ、引き上げるよ。こっちは表現まで一緒に待つか。必要ない。顔任務があるのか。ならそっちに行ってくれ。こっちは登録するんだ、山積みなんだ。リコリス、カボチャバラネキノコ、これはなんだ、なんだそれ、本当に。おい、なんとか依頼終わった。S ではある、一応。ナイスー、ナイスー。依頼達成のお知らせを確認、依頼情報をファイリングしました。なるほどね。じゃあ、こんな感じでやっていくのはこういうゲームってことなんですね。いやー、おもれー。おもれストア、発信源ストア、残響シグナル。あ、なんかいろいろ売ってんじゃん。都を回すって、あ、これこれ買えるじゃん。買えたわ。4個じゃ多分ガチャできねえよ、多分な、確かな。4個じゃ確かガチャできねえよな。あ、これでマスターテープ買えるんだ。へえ、買った。これでガチャはできんの？ガチャには足りない！ 6 個だから足りない。面白いな。こういう感じのゲームなんだ。へえ。じゃあ、やはりガチャをやるのはまだまだ先になりそうだな。ガチャをいっぱいやるのはまだまだ時間かかりそうぜ。てか、ホヨバースのゲームだからきっと課金目的、きっと課金メインなんだろうな。畜生め、きっと課金メインなんだろうな。なあ、という感じでね、まあ、こんな感じで本日から、まあ、ちょっとプロ棋士として頑張っていきましょうというところで。ということで本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、熱い設定、Twitter、フォローメンバー登録等々、よろしくお願いします。ということで、次回は、スージの方の依頼を攻略して、まあ、ストーリー進められたらいいなっていうところで、頑張っていきましょう。おつみごまたね、バイバーイ。